はいどうも皆さんこんばんは、剣持とやです。はい、お疲れ様です。まあ違う、こういうことじゃないんだよ。あのサムネイルとかフォントのセンスで競いたかったんだけど、ツッコミどころが先行してちょっと違うんだよ。囲碁納得されんのか。15万人ということで囲碁で誰が納得してくれるんだ。ドライアイの人は試して、15万人記念目を閉じたら即配信する試すなよ。ドライアイの人ほど試すなよ。いじめだよ。そしてなんだこのカラーリング、なんかこのなんだっけ、うわ、なんかあるよね、このラノベあるよね。パッと出てこなくて悔しい。いらしたり、はあ、あークソだ天国と地獄が一瞬で画角に2つ揃ったね、これちゃんと人を引きつけるためにはね昔のひどい全部がひどい、ツッコミどころがないのが存在しないなんかだんだん剣持とやからね抽象的になっていくみたいなことなんですねこんな S ならもう字でいいじゃんひどいなこれ。この動きも、これ何、そんで式場、うわすげえ、あここでか、はぁ、帰ります、ありがとうございました。4分、お、これもなんかあれですねじゃあ足毛にすんのやめてくれるかな。ちょ、いきなり踏みつけて始まんのやめてくれるかな。じゃあ剣持とや、当たり前に上を歩くのやめてよ。そこにないよ、お前レッドカーペット見えてる、ないよ全然。とめやさんありがとうございます。こんな、おお、すごっ、だ骸骨ある、骸骨ある、なるほどね。デロンさんとか、おい、どうしたどうした、急に、あれか、こっちが態度悪いと見るや否や、急に、あれね、歓迎のランクを落としたね。あ、待って、ごめんって。ごめんって。あ、すごい、あ、逆迷い神。かつてこんな近距離で伝えてきたやつがいたろうか。うるせえよ。全然出れるよ。あ、配信してもあるわその通り、ギルザレンを配信するべきだし、そう、四天王最弱っていう感じ。あ、そこまでここにいたんだなるほど、なんで前にこのマイクみたいなのがあるの、お前うるせえ、うるせえ、うん、クラークもそんなことしない。これ下のマシュマロで、なんだ、肖像権は、肖像権に気を使ってはいるのにそんなことするか、お前だったら撮り直せよ、絶対にうまくいける画角あったろ。例えばリンゴを握りつぶすみたいな、この時点で面白いと思うんですけど、これね、三枝明さんだったらこんな感じの、この手ですね、手がフリー画像となって VTuber を後ろに行かせることで VTuber が何かしてるみたいな、そういうのが流行って、あ、面白いじゃんと。でフリー画像も一緒にねやられてるんで、僕のこういうのもね、勝手に僕が握りつぶしてるのね、作っていただけてんだろうなーと思ったらね、握りつぶされてたのは僕でしたね、うん、これ何が飛び散ってるんでしょうかね、何、気持ち悪いですよ何が飛び散ってるんですかねこんな信じたくなかったですよ、僕がね、その剣道部の握力を生かして何かを握りつぶしてる、あ、それは今勇ましい絵が撮れるかなと思ったらね、やられてるのが僕なんですよね。まあでも頑張って、他にあるはずだ、きっとある、これだけ画像があるんだからあるはずだと思ったら、嫌がらせされてる僕とかね、なんか僕は被害者である写真しかない、写真しかないっていうのがありまして、進化の過程の中に剣持がいたらどうなってたかっていう感じなんですけどね、こんな初期の段階かな、ね、もっと先にいていいんじゃない、いいよ、まだ一番最先端に歩ん、最先端だけどね、バーチャルなんて最先端に歩んでるってのは100歩譲っていいけど、こんな初期の段階かな、ね、2個目じゃんこれ、2個目だよまだ、これまだピジョンとか出てこない段階だからね、ポケモンで言ったら、何にもまだ何にも個性ない時代だから、ここまあいいや、これについて論じるのは、いやもうパッパパッパ、あ、この状態じゃ見えないな、剣持のチャンネル登録者数は38万人、彼らが一斉にクソマロを投げたらどうなると思うというね、とんでもない脅しなんですけど、もうこいつなんだよ、お前してないじゃんなあ、彼らって言うなよ、我々って言えよ、お前しろよ、こういうやつが一番許せねえんだよなあなあ、なんで他人側のちょっと俯瞰して見てるんだよ、お前も当事者で戦えよこの野郎、やり方次第ではあるんですけどね、はい、うん、そんなとこにね、タケコプターつけないんですよ、タケコプターそんなとこにつけて使うもんじゃないんですよ
ね、間違ってるんですよ。かっこよさもね、危険性もいろんな面で損しかしてないんですよ、これ。こういう感じのが来ました。ね、勝手に出馬させられてますけどね。ロリが第一、次にという、めちゃめちゃ正直なね、こんな正直な政党なかなかないですけどね。というのがね、出馬勝手にさせられたら、やっぱりね、納得いかなかったんでしょうね。落書きされてますが。ね、画鋲とか刺されてますからね。これ、ボイス出せって書いてあるのか。これなんて書いてあるの、このマッキーのやつ。これマッキーのやつなんて書いてある。カスだと思ったけど、歯だよな。歯。あ、歯か、これ。はてなか、これ。なるほどね。こっちが労力を使ってさ、頑張って読み解いた先が歯っていう。何にもなかった。掘り下げて掘り下げて、何にもなかった。これとか何なんだよ、マジでな。これな、どうやったんだよ。なんで剣持ち、あ、剣持ちつながりでね。冒涜じゃないの、これは。こんなん訴えていいんじゃないの。これは許されないよ。戦えるよ、全然。こっち。あるんだからな、そういうコーナーが。な、こういう、なんか、ひどい仕打ちを受けましたみたいなの言える場所あるんだからな。戦ってやるぞ、こんなこと、お前。な、許されねえぞ。当たり屋マロじゃん。当たり屋マロって何？あ、外れた。多分ボンドってすごいよね。固まるし、しかも透明になるなんて。それに比べて剣持ちはなんだ、固まらないし透明じゃないじゃないか。本当にさ、待ってくれよ、待ってくれよ、行かないでくれよ。ボンド固まらないけど、透明にならないけど、まだいいところあるかもしんないじゃん。他に魅力ってあるから、人間って。透明にならないし固まらないけど、もっといいとこあるはずだから、待ってくれよね。選んで出しましょうかね。おね、これはあれですね。YouTube プレミアムの人知らないと思いますけどね。もうこれは YouTube ね、プレミアムじゃない人はもう全員わかるんじゃないかというね。あれですね。クソイライラする、わざと下手にやられてる、ね、パズルゲームなのかな。のやつですね。この絶対に、しかもこれパズルゲームじゃないですね。ただどうやったって剣持ちが死ぬのをやるゲームですか。これは選択肢がないんですよ。あのクソみたいな広告はいろんな選択肢、絶対そうじゃないっていう選択肢を外してマグマを主人公に落とすゲームですけど、これはもう選択肢が一つなんですね。ただの処刑でしたね。はい、絶対にいいねしないからな、こんなん。どのタグつけてやって言っても、あー、もうひどい、ひどいひどい。右のやつすごい、もう。正しい正解例があるのも腹立つし、なんでそんな画像持ってんだよ、 3D のね。